INI 11days voice。 はい、皆さんこんにちは。ログインとアス INI のシュウフェンファンです。 INI はオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2から誕生したグループです。 INI で僕シュウフェンファンは唯一の外国籍メンバーでございます。はい、僕は INI で外国語担当とミステリアス担当を担当させていただいております。で、普段は割とこう静かな性格なんですけど、頭の中はいつも常に何かを考えています。外国語はそうですね、今使ってる日本語と僕の母国語の中国語と、あとずっと勉強してる英語と、あと少し韓国語も喋ります。そうですね、 INI をどんなグループにしていきたいというと、僕の中では常に新しいことをチャレンジし続けるグループにしていきたいなと思います。この番組は11月3日にデビューした僕たち INI メンバー11人が一人ずつ日替わりであなたとつながる番組です。あんまこう一人で、あんまっていうか初めてこう一人でラジオすることになって、今ちょっとやっぱさっきみんなのこの収録現場を聞かせていただいたんですけど、やっぱこういざこう自分で収録することになるとやっぱちょっと緊張しますよね。でもせっかくなんで、もう皆さん楽しく聞いていただければと思います。INI 11days voice、 この後も聞いてくださいね。それでは、はい、今流れたジングル聞いていただけましたか？せっかくね、こう一人喋りの番組、さまざまな僕の声を皆さんにお届けしたいなと思います。ということで、いろんな声色のジャンルが入ったボックスから決めて収録したジングルでございます。優雅なジャンルを弾いたんですけど、そうですね、伝わりましたか？実はすごいこう上品な生活っていうかライフスタイルに憧れてはいるんですよ。でも結局なんかもうまだできてないっていうか、もう結構自分のライフスタイルは雑っていうか、まあせめてね、こう声色でもこう優雅な自分になれた気分にはなったかなと思います。それでは皆さんからいただいた質問を答えていきます。神奈川県ラジオネームミニプリンさんからのお便りでございます。11月3日のデビューおめでとうございます。ありがとうございます。これから楽しみでしょうがない、会えない、みんな家族みたいな関係だと思いますが、デビューにあたり INI の中で約束事はありますか？そうですね、約束事を今パッとこう思い浮かぶのは、5分前コートっていうのが僕たち、デビューというか結成当時からずっとこう約束事にしてはいます。こう集合時間のぴったりじゃなくてギリギリでもなくて、必ず5分前に集合場所に集まってくださいっていうのが僕たちの中では約束ごとになっています。あとジンとかジンくんとか結構もう5分前の1分前ですよみたいな、結構みんなにリマインドしています。はい、それでは2つ目に進んでいきたいと思います。愛知県ラジオネームミカさんからいただいております。フェンファン君に質問です。フェンファン君は甘えたがりでよくメンバーに抱きついたりしているそうですが、一番一緒にいて落ち着いたり甘えたくなるメンバーは誰ですか？いやー、難しいんですね。僕結構メンバーと一緒にいる時間結構大事にしてて、誰も好きなんですよ。僕の中では一緒にいて落ち着くメンバーと甘えたくなるメンバーは実はそれぞれいて、
一緒にいて落ち着くメンバーはそうですね、リヒトくんとかタケルくんとか今のタケルくんが外ですごい大興奮してますなんで言えばいいんですかね、なんか何も考えずに一緒にいられるっていうか、あとリヒトくんは結構声のトーンが落ち着かせるっていうか、あとリヒトくん結構何でも受け入れくれてる印象があって、で甘えたくなるメンバーは木村雅也くんとかですかね。そこまで年離れてるわけでもないのに年上のお兄さん感が出してきて、すっごい優しくて何でも受け入れてくれるっていうか、もう甘やかしてくれてけど、こう落ち着くって話になると、まさやくんがなんか不意打ちでちょっとドキッてなる時があるんですよ。そういう意味で全然落ち着けないんですよねはいって感じですかね。あとはこう落ち着くとか甘えたくなるとかと関係なく、一人だけこう一緒にいたいと思うメンバーいるんですよ。その人は田島くんですいやなんかアンニョンなんか別にそんなその特に理由とかいらなくて、ただただこう一緒にいたいなって思っちゃうんですよね。まあ唯一のないとしてもあって、何かこう特別なものを感じちゃうんですよねはい、で質問では1番って聞かれてるんですけども、何人かの名前あげちゃってはいって感じですかね。たくさんのメールを、ありがとうございました。今皆さんが聴いていただいているのは INI のデビューシングル A に収録されているロケティアでございます。ロケティアは僕たちのデビュー曲でもあり、強烈なベースとビートサウンドで強さを見せつけるパワフルな曲でございます。ロケットのように INI というグループがより高く広く知られる起爆剤となるという意味が込められています。もう本当にまさに僕たちのデビュー曲にすごいふさわしい曲で、毎回も聴くたびにすごい自分の中で盛り上がる曲になっております。そろそろお別れの時間になってきましたね。まだまだ少し慣れてない日本語ですし、自分でラジオできるのかなってすごい心配してたんですけど、もうメンバーの皆さんが外でこう聞いてくれてあとすごいプロデューサーのお二人がすごいあったかい目線を常に送っていただいて
本当に楽しい時間になりました。ありがとうございました。はい、ということで I&I のシュウフェンファンでした。バイバイ。